では。やばいやばい。一緒にしてさ。小田和正とかしか出てないですよ。その後のフォローはじゃない。時刻は11時を回りました。さてこの時間はズーズワンダーランドの時間です。沖縄こどもの国に関する旬な情報をお届けする番組、リスナーの皆様からのご意見疑問、動物たちの面白い情報もお待ちしております。メッセージの宛先は 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp でお待ちしております。また FM コザではユーストリームで映像と音声を配信しています。FM コザのホームページから簡単に見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイキャスも連動していますので、たくさんのコメントお待ちしております。さあ今週のお相手は FM コザミミリと、子供の国ゴヤとメグネとダダで、はい、ダダでお送りします。タナさんじゃないんですか、ダナなんですか。すみません、あの田んぼの谷、名前の名でダナです。新人なんです、ダナ君。ダナ君新人なんですか、はい、ピチピチの新人。今日はこのラジオデビューですね。お、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、お願いします。はい、さあではこのコーナー行きましょう。はい、子供の国インフォメーション。まずですね、はい、今週あの台風が近づいていて、はい、ちょっと残念なお知らせなんですが、残念なお知らせがいっぱい、今週の日曜日に予定していた馬原市が、はい、台風接近により、はい、延期になりました。延期になりました、はい。10月25日の日曜日に、はい、延期になりましたので、また1ヶ月ちょっと延びますけれども、楽しみにしていてください。はい、10月25日にやります。はい。はい。10月25日、来月そうそうそうになっちゃったんですね。はい。はい、来月に延期です。この時、あの、僕、うん、蕎麦もやるんですよ。お、うん、今週末やるつもりで、気合入ってたんですけど。はい。まあまあまあ。台風ね。台風で来るということで、はい、ね、皆さんも気をつけてください。はい、台風対策もしっかりやりましょう。はい、はいはい、さあ続いて、はい、どんど ん、どんどん紹介をしていきます。まずはめぐね、はい、はい、ワンダーミュージアムから今日は皆さんにとっても楽しいお話を持ってきました。おい、なんと明日ワンダーミュージアムには星が落ちます。なるほどっていうのは皆さん分かりますか。明日ワンダーに星が落ちて、カラスが星を落としてくれるんですよ、ワンダーに。カラスですか。はい、っていうのはまあ置いといて、ワンダーミュージアムに明日ワンダーコスモという宇宙がやってきます。まとめてよろしいですか。いや、すみません、ちょっと聞いてみて。はい、ミミリさん大丈夫ですか。ミミリさんから何もコメントをもらえない、こういう子なんです。ワンダーコスモ、あ、ファンタジースター、はい、はい、すみません、あのワンダーミュージアムでは、はい、今月9月はずっと宇宙船ワンダー校といって、うん、みんなで作るワンダーコスモをずっと作っていました。はい、子供たちが蛍光ペンなどを使って、はい、ブラックライトで光る、わかりますかね、こういう蛍光で描いたものが真っ暗な暗闇になると光るんですよ。はいはいはい、うん、ブラックライト、ご存知ですか。はい、それがもう3メートルぐらいの大きな空間がありまして、その中がもうコスモ、宇宙でいっぱいになっていて、その中に子どもたちが作った宇宙人や衛星が飛び回っているので、その中にみんなで冒険しようというプログラムを1時、3時と各45分程度で行いますので、ぜひお越しください。はい、はい、ドームがあるんですよ。ドーム、うん、バンダリーの中に、はいはい、ドームじゃない、ドームです、ドームです、はい、はい、その中にそういう光るものがいっぱい今散らばっていまして、はい、明日は宇宙船の実験も、はい、行いますので、宇宙船の実験、これ毎年この時期に
作ってるんですか、それとも今回は初めての試みですか。去年は8月末にやったプログラムが大人気だったので、うん、今年は9月目いっぱい宇宙の日とかけて一緒にやろうということでお送りしています。実験もある。はい。おー、どんな実験ですか。明日はなんと、はい、宇宙で光る飲み物を食べよう、飲もうということで光る飲み物ですよね。大丈夫ついてきてください。そうですか。メグネのキャラがね、そうなんですよ、すごくて飛んでます、ね、今日は、はい、もういつにも増して圧倒されてます、はい、光る飲み物があるんですよね。皆さんご存知ですか。小屋さん、ちなみに飲んだことあるんですか。ありますよ。美味しい。多分、井森さんも飲んだこと絶対ありますよね。どういうこと。ブラックライトで光る飲み物です。何か入れるんじゃなくて、はい、自然に光るんですか。はい、光ります。え、皆さん疲れた時に飲みたくなる飲み物ありませんか。栄養ドリンク。そうです。栄養ドリンクのオルダミン C や、はい、このデカビタ C などには光る怖という噂を聞きつけたので、明日は子供たちとその実験を行いたいと思います。楽しみですね、明日の、はいはい、そうなんだ、うん、何色に光る。黄色ですか、蛍光黄色。あそこはそれはもう宇宙に行ってみないとわからないという感覚ラボならではの。なるほど、はい、まあ、ね、実験室にぜひ来てください、はい、お願いします。はい、うん、ネグネはあれですよ、はい、シロップドロップって言って、はい、絵本作家のサバちゃんおります。あ、こっち来るでしょ、うん、前、はい、ここで番組やっていたサバちゃんとユニットをやらせてもらってるんです、はい、そうなんですよ、もう沖縄のいろんなところで活躍してますよ、うんうん、はい、どんな活動してるんですか、はい、星の妖精となって。星の妖精。星の妖精ですよ皆さん今後ろで流れてる曲ご存知ですか。あ、てんてててんてんてん、星集めの物語。あ、はい、オープニング、はい、このオープニングの曲は星集めの曲になっていて、はいはい、私たちシロップドロップは星の妖精になって地域の面白いものをいっぱい集めていこうっていうことで活動などをして、はい、保育園などでお話を聞かせています。おー、はい、この2人が作った曲なんです。すごい、サバちゃんが、はい、なのでぜひ沖縄市にはそばやいろいろな、うん、子供の国もとっても素敵な星なので、うん、はいはい、いろいろ集めていこうかなっていう活動もまあやっていながら今ワンダーミュージアムでは開催してるのでとっても楽しいお仕事をさせてもらっています、そうなんですよ、ミリさん。はい、知らなかったです、すいません。シロップドロップ、はい、シロップドロップ、ドロップス違います、ね、ドロップで止めていただくとありがたいです。はい、で調べたらその活動とか、はい、もし保育園に呼びたいなとか言った時にはフェイスブックがあるんですか。フェイスブックがありますので、うん、ぜひお、ぜひお呼びください。情報がいただきました。はい、はい、ワンダーは以上ですか。ワンダーミュージアムはそうですね、あと引き続き作るラボでは動くおもちゃを作ろう、うん、カタカタ餅つきうさぎを作れますので、こちらは常時土日行っていますのでぜひお越しください。はい、うん、はい、じゃあ続いて、ダナ君の方からどうぞ。はい、はい、私の方はこちらちょっと結果発表がちょっとございます。はいはいはい、はい、何ですか、まさかの、はい、もうこちらも9月いっぱいちょっと行ってました、はい、動物愛護週間のスペシャルイベントということで、はい、今年も沖縄子どもの国動物選抜総選挙2015を開催いたしました、うん、9月いっぱいって言ったけど、まだ終わってないけどね、9月。シルバーウィークいっぱいかな、シルバーウィークいっぱいやっていた、はい、動物総選挙、はい、結果が出た、うん、結果が出たんですよ。そのこちらがですね、一応園内の投票と、こちらの Facebook での、ウェブ投票も今年は受け付けまして、うんうん、はい、なんとですね、まず皆さんからいただいた、まず票数が、票数、はい、なんと1229票。ありがとうございます。ありがとうございました。1200票集まった。はい。すごい。去年はですね、なんと300ぐらいしか。あ、そうなの。なので、もう4倍です。4倍。今年は、はい。すごい。素晴らしい。はい、もうそんな中、もう、今日も獲得した、もうすごい可愛い動物がですね、はい、いるんですけども、では、早速1位の発表を。1位から1位からいきますか。
初日がですね、まあ、ちょっと皆さん予想もついてる方はいるかと思うんですが、はい、行きましょう。もう今年の1位がですね、ドン、インド象のルビちゃんです。ルビちゃん、はい、はい、もうこちら521ルビちゃんおめでとう。そりゃそうでしょ、今顔ですもんね。もう2位と断トツの差で、はい、もう今年3月に生まれたもうすごい可愛いゾウさんで、やっぱりあの皆さんからの人気がすごいたくさんありました。すごかったですね、はい、飼育係もあのゾウの飼育係 も、もう自信満々だったんですよ。すごい自信満々だから、もう始まる前からもし負けたら丸坊主する、ね、全員丸坊主するっていうことを宣言してぐらいもう自信があったんでしょうね。まあ、それそうですよ。その造反の皆さんを丸坊主にするために、はい、こう他の飼育員さんも頑張ったんですけど、はい、こうなかなかやっぱり象の壁は越えることはできず、支持率すごかったですね。すごかったです、うん、今まで象はもうあれですね、殿堂入りをしていたって言ってたんですけど、はい、そうですね、だったので、はい、今まで出てなかったんですけど、今年はもうルビちゃんが生まれたということで、はいはい、こうエントリーしてやっぱり1位をかっさらってしまったということで、わあ、うん、はい、でもね、来年のパンフレットのセンターを飾るわけですね、はい、はい、やっぱルビちゃんがね、やっぱ可愛いですね、はい、うん、まあ、順当に、はい、ルビちゃんが1位になったと、はい、ましたですね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、じゃあもう早速2位の発表なのですが、気になりますね、2位、こうゾウに続いてなんですけど、うん、もうじゃあ次の2位がですね、はい、なんとこれまた可愛い対馬山猫の福田くんです。おお、福田くん、対馬山猫、対馬山猫、対馬山猫ですね。おお、はい、こちらがあの302票で、ちょっと1位と200票の差があるんですけど、こちらも大健闘ということで、すごいたくさんの方から対馬山猫が2位、はい、おお、面白いですね。うーん、このイベントもあった効果ね、あるかもしれないですね。最近山猫のイベントやりましたから、このシルバーイク中に、はい、はい、それで今日はその効果もあったかもしれないですけど、ね、猫好きとまた山猫好きが多分票を入れてくれたと思うので、あとは飼育係が何かをしてるから、ね、この日マーヤ君といったらすごいでかい山猫さんもですね、はい、この入り表から、はい、入り表からまたすごいでかい子が来てたので、はい、キャラクター、入り表のキャラクターです、はい、山猫の、マーヤ君、うん、はい、身長は170-180ぐらいのでかい山猫が来て、そんなでかくない？喋るんですか？いや、マーヤ君、マーヤ君は喋らないですね、扱いのものが喋る感じ、そうですね、使い物といやいやいや何系なんですか、ね、はい、じゃあ3位までちょっと発表してうん、うん、この後一応結果の方がもうホームページに載ってますので、はい、皆さんご覧ください。3位がですね、なんとこちらもニューフェイスのスキノワグマのミキキちゃんです。ああ嬉しい、可愛いよな、すごい可愛いです、ピョンピョンですよ、ピョンピョン、もう今3歳ぐらいでですね、まだあの子供の月のワグマで、もうすごいやんちゃで、あの今網とかも普通に登って上まで行きます。へえ。みずきさん見たことある？ありますあります。うん、みずきちゃん。みずきちゃん、はい、まだね、こんなちっちゃくて可愛いんですよ。はい、今だったらなんか相撲しても勝てそう。今なら。60キロぐらいで、今からどんどん身長も私そんなに大きくないんですけど、160センチぐらいで、それよりもちょっとちっちゃい150センチぐらいですよね。へえ。みずきちゃんはちなみに何票だったんですか？はい、みずきちゃんがですね、うん、こちらの277票でございます。ただ、2位と3位は検討して、やっぱり象がダントツの521票ということで。なるほど。はい、でこちらの結果の、今回12種類の動物がエントリーしてますので、はいはい、ぜひとも結果の方、ホームページの方で。うん、ご覧ください。いろいろあのなんか面白い飼育係賞とかなんか、はい、今回が、はい、うん、普通のこの応援したい動物っていう項目と、それからポスター賞、それからまた飼育員さんのお話が面白かった票のトーク賞を設けまして、うん、はい、その一応総合でルビちゃんは1位ということで、なるほど、はい、また今回はですね、なんと異色のちょっと動物
もうエントリーしてまして、はい、なんとあのダチョウなんですけど、はい、今回あの最初はダチョウの卵でエントリーをしてまして生まれてないダチョウさん、生まれてないダチョウの卵でエントリーしてたんですけど、はい、で一応それからちょっとダチョウの卵と一応ダチョウもやろうということでやってまして、中間発表がダチョウ12位の4票しか入ってなかったんですよ、中間発表の。ただですね、当日飼育員さんのカデカルさんというもう大ベテランですね、はいはい、もう大健闘で面白い話から、ダチョウの卵って乗れるんですよ。は、うん、人が乗れちゃうんですよ。潰れないんだ。潰れないんです。一応ちょっとあの縦に置いてこう乗ってもらうんですけど、はい、もう子供から大人まで、ミミリンさんならもう 3,4 人は軽く乗れると思います。120キロ以上の人が乗っても大丈夫だそうで、はい、割れないんですか。はい、割れないです。それをやって、なんとトークショーで43票をダチョウさんに行って。さすが、素晴らしい。ベテランの最後に見せる。こちらもダチョウ検討しまして、なのでやっぱりあの動物だけではなく飼育員さんのお話などもどうぞ子供の国に。皆さん、はい、面白い。はい、面白い。選挙管理委員会が、管理委員会が。あのちゃんとこう不正を取り締まってたんです、はいはい、当日は私も回りまして、いろいろ何かワイルドじゃないですけど、はい、何か犯してないかなとか見てたんですけど、うんうん、ギリギリの声は何かあったみたいだな。ありました。ダチョウのところもありましたね。あと、もう馬の触れ合いさせて「はい、そのまとめろ」みたいな「お願いします」とか、はい、ね、団体に何団体にもそんな声が途中まで2位だった何ですか。このアズク、このアズクですね、はい、このアズクの話をして、そのままじゃあ投票しましょうみたいなのもあったとかなかったとか、はい、ギリギリこれじゃ OK だったり、ね、まあ、そういうあの壮絶な、はい、選挙活動があって、はい、でユビちゃんが1位になった、はい、ということですね。でも来年のパーフェクトはかわいいかわいいユビちゃんが、はい、はい、映りますので、どうぞ、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ではここで一旦 CM です。この時間は公益財団法人沖縄子どもの国の提供でお送りします。すごい、今日エンディングゾウだゾウでいいですか。いいですよ。ゾウだゾウっていう曲が見つかりました。ゾウって言ったら1位だから、ありがとうございます、はい、NHK みんなの歌らしいです。覚えて帰ります。いいですね。カバさんとかもすごい検討で、この3つ項目があるんですけど、4枚ぐらいのカバ島袋さんっていう投票しかもはやトークショーの飼育員さんに票を入れた、名指しで入ったんで。あ、タキがすごい。さあ、この時間はズーズーワンダーランドをお届けしております。引き続きこれインフォメーションでいいですかね。はい、はい、来ました。来ました。いいですか？いいですよ。もうこれですよ。見せます、ね。これしに来ましたよ、今日。来た来た来た。はい、先週もなんか軽くお話しあったようなんですが、はい、はい、はい、ありましたね。僕と郷土をつなぐ沖縄そばということで、はい、来月なんですが、10月17日そばの日に、はい、私が講師になりまして、沖縄そばの超マニアックな講座をやります。はい。これのですね、受付が今始まっているということで、うん、子どもの国で受付をしておりますんで、はい、定員が20名なんですよ。おー。っていうのも、ふるさと園ご存知ですか？はい。空間の中でやりますんで、はい、この情緒あふれる空間の中でやりますんで。この前、道徳階段。はいはい、そうです、そうです。はい、ありまして。はい、うん、パッキーな感じ。そうそうです、そうです。はい、なんか、ろうそくとかも。立ってたんですか。その時はいろいろやってたんですけど、今私はそばの話してる。あ、すいません。巻き戻す。すいません。
そうです。その時は、そうですよね、階段でずっと。はい。すごいいい話してらっしゃったみたいなんですけど、僕ちょっと見に行けなくて、うん、とても素晴らしい、道徳会談だったようなんですが、それも終わりまして、はい、10月は10月17日そばの日に、はい、沖縄そばの講座をやりますんで、はい、定員20名ぜひお申し込みください。はい、うん、これも内容すごいですよ。え、毎日材料費が材料費として300円かかります。はい、ね、手作りそばを作ると。作りますよ。お、どこからですか？それがね、伝統的なこうやり方で、はい、もう本当にもう昔からやられた製法、灰、木の灰を使って、木の灰を水で浸して、はい、でこう灰が沈んで上のこう上積みの水、これをこして、そこでそれで麺を練るんです。もうこの話聞いて何名の方がこれ想像できてるかですよね。わからんか、なかなかもう今食べれないですもんね、この木灰そばって。そうなんですよ。なかなか、まあ、木灰そば出してるお店も県内にあるんですけど、実際やるところを見れるんですか？そうなんです。でもさすがに灰から作ったら一泊二日こうって、いや三泊よくて、うそー、これ灰作って水にそのまままず攪拌するんです、混ぜるんです、はいはいはい、で沈むまでにだいぶ時間かかりますんで、で一回沈んでまたもう一回攪拌して、はい、でこれがまあ二日ぐらいやります。そうなんだ。そうです。で上積みの綺麗な水を取ってそれを使って麺を打つんです。この講座のためにスタッフが日焼けしながら、はいはい、木を燃やしていますので、燃やしがかりもないスタッフはいつからそばに向けて、そうですね、今週明日からやる予定です。もう消防の申請も済んでます。10月17日ですね。そうです、そうです。本番は17日。で、それ以外にも、そば作りっていうのがまあ一応メインではあるんですが、そば作るだけじゃなくて、私が調べ上げた、はい、いろんなこう歴史だったり、沖縄そばのいろんなこと、そういうレクチャーもしますし、はい、麺をこねて、で、どうしても寝かさないといけないんで、うんうん、30分は寝かすんですよ。はい、その間は、ちょっとした実験をしたり、そういうのもやりますよ。へえ、はい。だからなんで灰を使うのか。あ、そう、思った。水じゃダメなんですよ。ダメなんです。その辺をだからこの講座で、科学実験も踏まえ、交えて、うん、レクチャーをしていく、解き明かしていく。さあ、そば上空集まれ集まれ、これで一応あれですね、大人向けのも。そうなんですよ。大人向けだ。はい、ありがとう、大人くん。おお、上手ですね。それでいきそうでした。ありがとうございます。大人向けなんですよ。うん。で、店員が20名ということで、もうふるさとに入らないんだ。20名なんですよ。子供の参加っていうのはちょっと難しいんですが、うん、子供を連れてくるっていうのは OK です。ああ、うん。で、一緒に連れてきて、私のマニアックな話に。耳を傾けて眠ってもいいし、ふるさとの庭で遊んでもいいし、お、はい、このお子さん連れてくるのは OK ですんで、うん、ぜひ、お申し込みください、はい、もうすでに、申し込み来てるらしいんで、お、はい、20名定員になってますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、お問い合わせ先は、はい、問い合わせ先は098-933-4190、うん、沖縄子どもの国の担当が吉岡の登場になっております、はい、まあ、私直接来てもいいです。はい、目当てに連絡いただければ、はい、どんなことやりますよとか、いいっすね、どこの蕎麦屋がいいよとか、はい、まあ、どこの蕎麦屋、全部蕎麦屋全部いいんですけど、はい、おすすめの、まあ、そういう話もできますよ。お、ちなみにごやさん、おすすめのトッピングとかってあります？トッピング、はい、トッピングは実はそこまで僕気にしてないんですけど。気にしてないんですか？いやいやいや、まあ、一番やっぱり麺とスープっていうのが、まあ、中心になってくるんですけど、いろいろ食べますよ、はい、トッピングは、もちろん三枚肉もね、うん、一番もともとはもう赤肉でしたから。赤肉？肉、赤肉、そうそう、三枚肉っていうかこの豚の赤肉が、ちっちゃい赤肉がこう何切れか乗ってくる、
なのが一番最初だったらしいんですけど、それとネギだけ、うんうん、ネギだけ、うん、シンプルなもの、シンプルなんですね、うん、でまあ、早期が昭和50年代に出てきて、はい、ね、手道が乗ったり、はい、今も乗りたい放題ですよ。そうですね、麻婆豆腐も乗りますから、うそ、納豆とキムチも乗りますよ、沖縄そばに、はい、美味しいんですか？全然ある。ティーがどんどん。食べたことないんですけど、はい、そういうそばもありますし、はあ、天ぷらもあるし、ね、汁なしとかもありますよね。汁なしは石垣のもんです。あ、うん、からそばって。はいはい。沖縄市でもミヤンチで食べれますよ。からそば。美味しいですよ、とても。ミヤンチ。ミヤンチっていう、あの宮沢さんがプロデュースしてる店なんですけど、はい、そこでも食べれます、ね。お、ちょっと気になりますね。もう何でも聞いてください。そばのことが知りたかったら子供の国の小屋に連絡ください。いつの間にかこのあれですね、そうですよ、そばマップですか、そばマップ、私これでチェックしてってます。あ、やってます、食べに行ってますよ、素晴らしい、うん、そうなんです、これ好評でですね、はい、すごい評判が良いです、うん、もう自分で言っちゃう。そうなんですよ、みんなこれを片手にな、沖縄市のそば屋さんを、食べ歩いて、美味しい蕎麦屋さんを見つけていただけたんで、これ子供の国の紹介する番組だった。今日はそう、そばの蕎麦の紹介になりますね。蕎麦屋さん、子供の国の、まあ、講座をやるんでね、はい、はい、沖縄蕎麦、沖縄魅力発見講座という、はい、この講座の一環で、いろんなのやるんですよ、この魅力発見講座って。毎月1回、はい、毎月1回、はい、ありますので、こう地域の魅力を知るっていう、講座なんですが、その中で、はい、沖縄そば、はい、10月17日、はい、やりますよ、やりますよ、はい、ぜひお越しください、はい、ということで、はい、ダナ君から、はい、じゃあまだちょっとインストレッチの方よろしいでしょうか、はいはい、今ですね、チルドレンズセンターですねの、メイン駐車場が入られまして、左手の建物の方でトランクミュージアムというものを開催しております、はい、こちらの海ごみについてる、うん、まあ、ついて考える移動博物館ということで、はい、すごいためになる、うん、すごい心にグッとくるようなものを今展示してますので、はい、こちらの期間がですね、今週、あ、もう次の週ですね、あ、今週の27日の日曜日までになりますので、はい、ぜひとも皆さんチルドレンズセンターの方にお越しください。はい、それからですね、子どもの国の方では絵本の読み聞かせなど子どものためのプログラムの子どもの国の玉手箱というものを開催しております。で、次の次回がですね、10月9日金曜日に三原小学校のお話の朝ごはんさんが来まして、はい、読み聞かせと人形劇を行いますので、こちらの方、10時から11時で、参加費無料で定員250名で行っておりますので、で、こちら場所がですね、沖縄子供の国のチルドレンズセンター2階になってます。なんかもう時間ないわ。はい、すみません。はい、説明はどうなんだ。この時間は声劇された本日、沖縄子供の国の提供でお送りしました。お相手はミミリーと子供の国、グラト、あ、メグネット、はい、どうもでお送りしました。また来週、また来週。すみません。でも、コースもありがとうございました。いいですね。キラキラ感じが出てますね。ふわキラって感じですね。